西尾あり CATV 株式会社は、愛知県津島市にある日本のケーブルテレビ局である。ケーブルテレビ事業の愛称は、クローバー TV、東海デジタルネットワークセンター加盟。また、超短波放送の特定地上機関放送事業者でも、ある。地上デジタル放送 BS デジタル、放送 CATV デジタル放送利用料金、当詳細は、当該サイト参照詳細は、 当該サイト参照詳細は、当該サイト参照 f m 七海の愛称で、津島市、愛妻市の各一部地域、八富市の全域、天市、海部郡大春町の各一部地域、蟹江町、飛島村の全域を放送区域とするコミュニティ放送をしている。なお、北名古屋市などでも聴取は可能。愛知県天市赤作の国道302号に設置されている。 歩道橋場の FM、七海の案内表示2013年開局。愛知県で優先テレビジョン放送事業者がコミュニティ放送局の免許人となるのは、下メディアスネットワークに次いで2局目となる。開局時から、片岡慶織と吉ツがマスメディア集中排除原則に言う支配関係にある。愛称の七海は、 一般公募から選ばれたものだが、周波数77、3MHz の語呂合わせと共に放送エリアである、開封地区7自治体、7つの開封という意味合いもある。また77、3MHz は、愛知県尾張西部地区も放送エリアだった、愛知万博のイベント放送局 FM ラバースの周波数でもあった。保有する特定地上機関放送局の呼び出し名称は西、西尾張 FM。 演奏所と送信所は、カニエ町の中部電力カニエ電力所内にあり、周波数77、3MHz、空中線電力 20W で送信している。サービスエリアを、上記の7市町村、放送区域内の世帯数は95,862世帯、人口は271,758人と、称している。一部の時間帯は、 クローバー TV のコミュニティチャンネルとサイマル放送する。インターネット配信は J 芝イ,インターネットサイマルラジオによる。群馬県のラジオナミ及び広島県にかつて存在した同盟の f m ナミとは無関係である。2012年2013年に ABE にし終わり、CATV 株式会社第32期決算広告にし終わり、CATV 株式会社、 KDDI との提携により固定電話サービス開始。KDDI ニュースリリース2011年2月2日コミュニティ放送事業者。平成26年4月1日現在。マスメディア集中排除原則について相性は。FM7 ミ4月12日放送開始。中日新聞社2013年3月29日。会社概要 FM7 ミコミュニティ放送局の。 予備免許東海総合通信局報道資料平成24年12月20日、コミュニティ放送局の免許にし終わり CATV、株式会社に免許を、付与道場平成25年3月29日4月19日、新会員社のお知らせ日本コミュニティ放送協会新着情報2013年8月31日、FM、7ミのインターネットラジオの配信を始めました。 クローバー TV からのお知らせありがとうございます。